はい、どうも、なめこのぼっち旅、りょんたんです。最初に言っておきますと、まあ、この動画ね、電波の関係で、まあ、1月1日に多分上げると思うんで、まあ、一応突っ込まん方向でお願いしたいと思います。はい、ということで、まあ、何かと言いますとね、まあ、タイトル通りということで、2018年ね、今年1年、たくさんの動画ですね、見ていただきまして、どうもありがとうございました。はい、まあね、今年1年ね、結構チャンネル登録者数っていうんですかね、が特になんか増えた、年であったなと思います。はい、まあ言うてもね、まだ僕なんかで言うたら零細投稿者的な、感じなんですけども、まあ、僕の方もちょっとね、記録たまたましてまして、2018年1月の20何日の段階で2200人ぐらいだったかな、だったんですけども、まあ、そこから約11ヶ月ほどで一気に9700人ぐらいまで増えまして、まあ、おそらくこの11ヶ月で7200-300人、ね、チャンネル登録者数が増えたという形でね、もうありがたい限りといった形です。はい、といってもね、おそらくというか、まあ、明らかにもう分かりきった内容なんですけどね、まあ、軽キャンピングカーの動画がね、一気にその関係、その動画をアップした関係で一気に増えたといった、内容です。まあね、おそらく需要がね、やっぱ軽キャンピングカーかなりあるんでしょうね。まあ僕自身もね、そうですしね、軽キャンピングカー持ってなかったらすごい興味湧くしね、そういった感じも全然わかるんですけども。だからそれゆえね、増えた、不登録をたくさんしていただいた方の大部分はね、おいおい軽キャンピングカー目当てで、登録したのにね、全然軽キャンピングカーアップせへんやんけと、そういった意見も出てくるんじゃないかなと思ってたりしてるんですけど、まあその点ね、はごめんなさいとしか、言いようがないですね。はい。まあ僕の動画ね、まあ見ていただければわかる通り、まあ基本ね、海外旅行、メインとなってますね。で、その中で、まあちょっと海外旅行に飽きたら、国内旅行っていう感じで、まあ旅行自体ね、僕全般好きなんですけど、まあその中の一つに、まあ国内旅行があると、みたいな位置づけなんで、まあ基本ね、やっぱどうしてもね、海外、がね、僕自身もちょっと好きというか、目新しさがあるということで、そっちどうしてもメインになっちゃうんで、ちょっと海外旅行がキリがいいとかね、ちょっと飽きてきたなって思ったら、また経験動画上げたいと思いますので、もう少々お待ちくださいと。形です。ではでは、改めまして、はい、2018年ね、たくさん動画を見ていただきましてどうもありがとうございました。また2019年ももりもり動画上げていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。良いお年を。